今日はこんな格好。阿波踊りじゃないけど、最後の連はやっぱり公立教師だったね。ズヌヌ、ズヌヌって音を立ててやってきよう。しかも、ヒップホップ。まあ、ヒップホップを作った人はズッバ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 とかね、ズバッ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 かもしれんけど、それをご利用者様してる彼らにとってはズヌ、ズヌヌヌなんですよね。気持ち悪いでしょ。もう、なんていうか、チンポ8歳みたいなね。あ、シンポね、シンポ。シンポ8歳みたいな。いや、100歳ですよって。100歳じゃない、100歳じゃないですよ。四国歳です、四国歳。ああ、先生だから。まあ、女子ですよ、それは。ね。文法上。女子の白菜ですよ。女子の思考回路じゃ思考回路あ、女子を回路にしてるんですか回路でしょ回路でドーンでしょ回路ドーン。ね。回路ドーン、ケツ、ズムでしょね。教師のやりそうなことで。あ、やりそうです。やりって感じ、まあ、間違いないように。ね。だから、なんちゅうか、彼ら置かないからね、基本的にね。教師は全員。思考回路。あ、感じちゃうからね。まあ、教師だってわかるでしょ。ね。一般的な感じちゃうから。だから、一般的な目が、ちゃうって、ぶつかる、キャラって、ぶつかる。教師のこと言ってる違うさ、ぶつかる。死ぬの全然感じちゃうから。教師だってわかるでしょ。ね。学校でね、教えてんだから。習ったこと。だから、生徒に習ってるわけじゃないやろけど。だから生徒の影響を受けるわな。なんか、いたずら意地悪しても、いじめしても、テーペロみたいな。で、教師も影響を受けとるね。で、謝ったら済む世界。あ、教師も影響を受けるよね、それね。でしょ？まあ、結局その8歳ぐらいから精神発達してへん可能性あるね。あ、感じちゃうね。教師だとわかるよ。人を教えてるだろうし。一般的な感じちゃうから、全然ちゃう意味やね。言っとけどな。死ねん、とか言うな。これも全然、一般的な意味、ちゃう。一般的な感じちゃうからね。だから、間違いないよ。一般的に使う意味のあの例の感じちゃうからな。ヘイトちゃうからな。迷惑損でもないからな。感じ全然ちゃうし。な。教師だとわかるやろ。な。感じ違ったら全然意味、違うからな。わかるっすよな、こんなんてな。ズヌヌヌヌヌヌヌ。な、今入っていったら、なんか。あいつらの、お尻の穴の中。あ、感じちゃうからな。わかるやろ。教師やったら。感じ違ったら全然意味ちゃうしな。一般的なその、お尻とこの、この意味ちゃうからな。感じ違ったら全然意味ちゃうから。お尻にズヌヌヌヌって入ってるから。ズヌンズヌン。な、あほ、あほ、あほ。この感じちゃうから。教師やったらわかるやろ。学校で人教えてるらしいしな。死ね。な、この感じちゃうからな。あ、けや、バカや。いね、キンポレ。な、この全然意味ちゃうからな。まあ、教師やってたらわかるやろ。普通の感じちゃうから。お前らが思ってるのヘイトとか、名誉毀損とか、そんな、それ専用の感じちゃうからな。な、別の感じやから。わかるやろ。あ、ボンボ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 。な、ズヌ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 、キッカキッカキンコンキンコン。な、それはお前らの世界観やな。ま、そんな感じや。じゃあ、あばよ、ケアすんな、お前。な、どっか行け。近寄んな。気持ち悪いんじゃん、お前ら。これも感じちゃうからな。お前らが知ってるの感じちゃうから、感じちゃうから全然見ちゃうからな。